みんながポケットの中に百科事典以上のものを常に持っている現代、丸暗記をするという教育を抜本的に変える必要があると考えております。それから例えばサインやコサイン、微分積分、これらは専門領域を扱う大学での学習分野なのではないでしょうか。私自身高校生の時、朝から晩までサインコサイン勉強しておりましたが、大学入試の翌日以降一度も使ったことはありません。もちろん三角関数、人類の英知の一つであることは十分に理解しておりますが、限られた貴重な高校生の勉強時間の中でやる必要が果たしてあるのでしょうか。私個人としては丸暗記よりも考え思考する力をつける教育、専門領域の知識よりも社会に出てから必要な知識、例えば金融教育や基礎医学、IT の活用など、より人生の役に立つ実学の方向に学習指導要領を大幅に変更していくべきだと考えておりますが、今後の文科省のお考えをお聞かせください。文部科学大臣、末松信介君。小学生、スクラッチ、授業で、サインの曲線を使っています。よ、犯罪、維新、毒された、意見では